チュラルリラックスタイム。めっちゃ嬉しい。めっちゃ来てくれてる。めっちゃ来てる。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイス1階ホテライトスタジオより生放送でお送りいたしております。またこの放送はユーストリームでも同時生配信しております。ドリームキングダムで検索していただければこの空間が映像となってご覧いただけますので、こちらでもお楽しみください。皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの小矢野真由美です。時刻は19時を回りました。ドリームキングダム、小矢野真由美のナチュラルリラックスタイム、本日第28回目の放送となります。いやいやいや、今回ですね、放送時間が変更してから初めての、1回目なんですね。第2週目の金曜日を担当させていただいてましたが、今回から4週の金曜日、そして時間帯も変わりまして19時からお引越ししまして、第1回目な感じでちょっと新鮮な気持ちでスタートしました。4月からもどうぞよろしくお願いします。今日はですね、昼間すごい暖かかったですよね。もう暑いくらいでちょっと窓を全開にしちゃいましたけど、皆さんのお住まいの地域はいかがでしたでしょうか。今日もですね、サテライトスタジオにたくさんの方が来てくださってます。ありがとう、嬉しい。めっちゃ嬉しいですね。この番組はこのメロディーで心のお洗濯というキャッチフレーズで川崎を中心に活動しているシンガーソングライター小矢野真由美による音楽番組、リスナーのあなたに日々の生活の中で頑張っている心をこの30分間はナチュラルリラックスしていただけたらという思いを込めてお届けする番組です。本日はですね、皆さんからのお便りをご紹介するコーナーなど、楽しいコーナーもたくさんご用意してますので、ぜひぜひ30分間ナチュラルリラックスしていってください。ドリームキングダム小矢野真由美のナチュラルリラックスタイム。それでは最初のコーナー行ってみましょう。月から届いたメッセージ。はい、このコーナーではですね、皆さんからいただいたお便りをご紹介するコーナーとなっております。今回のお題は私のナチュラルリラックスタイムということで、皆さんからたくさんのお便りをいただいております。本当にね、たくさんいただいたんです。ちょっと読み切れるかなと思うぐらいちょっとたくさんいただいてありがとうございます。皆さん全部読みたいと思いますよ。それではラジオネームキーヨさん、僕のナチュラルリラックスタイム、これね、NRT って略してくれて、AKB さんみたいにね、略してくださってるんですけど、僕のナチュラルリラックスタイムは、お酒を飲みながら音楽を聴くことです。曲名はもちろん、小矢野真由美さんのナチュラルリラックスタイムの時ばかりではありませんが、夜聴く曲は女性ボーカルの曲が多いですね。ということで、ありがとうございます。うん。お酒を飲みながら音楽を聴くっていいですね。なんかおしゃれですよね。音楽をつまみに的なね、感じで私もやってみたいんですが、私は残念ながらお酒全く飲めないので、こういうかっこいいことはね、できないんですけど、ちょっと憧れますね。ありがとうございます、キーヨさん。続きまして、ラジオネーム、ジョプリンさん。まゆみさん、なかなか再会のチャンスがないね。泣き。川崎ティーンスピリッツにでも行こうかな。笑い。ティーンスピリッツっていうのは、いつもお世話になってます。川崎のミュージックバーのことなんですが。さて、今日のお題は、私のナチュラルリラックスタイム。そうだね。喫茶店かな。先日、喫茶店に、和喫茶に行って、くず餅&抹茶でくつろいだよ。あとは家で静かにピアノ弾き語りをして涙を流すことかな、笑い。ということで、ジョプリンさん、ピアノ弾き語りできるんですね。すごい。初めて知りましたよ。羨ましいですね。私、一時期ピアノ習ってたんですけど、小学生の頃だったんで、すんごいやんちゃだったんで、ちょっとピアノみたいなお嬢様みたいなね、習い事は勝負に合わなかったようで、1年で辞めちゃったっていうね。
過去がありますけど。いいですね。チョプリンさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、だし巻き卵さん。私のナチュラルリラックスタイムということで。小屋野さんのツイキャスを見てるとき、和む。ラップバトルの DVD 見てるときも落ち着きます。ということで、嬉しいですね。ツイキャス、私、後ほど詳しくお話ししますが、実は、6日前からですね、毎日ツイキャス配信をしてます。そのツイキャスで、だし巻き卵さんね、演したんですけど、そのとツイキャスを見てるときに和むと言っていただいてすごく嬉しいですね。ありがとうございます。そして、だし巻き卵さんはですね、ラップバトルの DVD を見てるときも落ち着くということで、ラップをなんかね、ラップが好きみたいなんですね。なんかこういう、私はね、全く音楽のジャンル真逆ですけど、ツイキャスとかやってるとそういうね、またジャンルを超えた、なんていうんですか、縁がね、こう、たくさんできるのがすごく、楽しいなと思いますね。うん。だし巻き卵さん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、ひささん。ラーメンを食べる、歌を聴く、歌う。カラオケ好きですということで、最近は自宅で歌ってますよ。歌うときはかなり本気、笑いということで。いいですね。ラーメン私も大好きなんですよ。うん。よく食べますね。一週間に一回は食べてるんじゃないかなっていうぐらいラーメン好きですね。あと歌を聴くことも好きだし、歌うことも好きということでね。いや、私もね、気づいたらお家で歌ってることが多いですね。で、こう、なんていうんですか、こう、喉の調子が悪くて、歌えなくなっちゃったりすると、結構こう、発散、ストレスが溜まっちゃうというか、やっぱり私にとって歌うことっていうのは、すごくなんかこう、自分の中では、何にも変えられないことなんだなってね、思いますね。一時期ね、私、ちょっと歌えなくなったことがありまして、その時にね、すごい実感したんです。あ、自分にとって歌うことって、すごく何にも変えられないことだったんだなって、そう、できなくなってみてね、改めて実感した経験がちょっと蘇ってきました。ひささん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、ヒップホップ2150さん。私のナチュラルリラックスタイムということで、焼きプリンを食べる、音楽を聴くということで、このね、焼きプリンっていうところがね、味噌ですよね。ただのプリンではなく、焼きプリンということで、いや、私も実は普通のプリンより焼きプリンの方が好きなんですよ。焼かれた部分がすごい好きなんですね。そう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 。いやー、ちょっと気が合いますね、ヒップホップさん。いやー、そして音楽を聴くということでね、この方もラジオネームヒップホップということで、ジャンルをね、超えて、ツイキャスで繋がれた方なんですけど、うん。ありがとうございます、ヒップホップさん。焼きプリン、これからもたくさん食べてください。続きまして、ラジオネーム、ケイジさん。僕のナチュラルリラックスタイムとは、温泉です。青春18切符とともに、温泉に浸かりに行きます。ということで、いいですね。私、今年の冬、温泉一回も行けなかったです。悔しい。私も温泉好きなんですけどね。そっか、青春18切符っていうのも私ね、使ったことないんですけど、いつか使ってみたいなと思いますね。うん。どういうものかもね、名前だけすごい知ってて、詳しい、この切符はどういうものなのかっていうのもね、詳しい、ことはわからないんですけど。いや、使ってみたい。もう青春ってついてるところが、すごいツボです、私的には。ケイジさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、あおぽんさん。私のナチュラルリラックスタイムということで、車の中で好きな音楽をかけているとき、今日は小屋野さんワンマン DVD もかけてましたということで、ありがとうございます。嬉しいですね。そっか、車 DVD も今時の車かけられるんですね。私車免許持ってないので、乗る専門というか、乗せてもらう専門というか、なので、いやー、そっか、DVD かけて聞いてくれてるのめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いいですね。ドライブもいいですね。こう、音楽聴きながらドライブって、こう、普段のなんかね、ことを忘れて、なんか海にでも行ってみたいな、私も。ありがとうございます、アンポンさん。続きまして、ラジオネーム、おぜぜさん。私のナチュラルリラックスタイムということで、
散歩、渋谷から東京まで歩く、笑い。途中いろいろあってすごく楽しいということで、すごいですね。渋谷から東京までって結構ありますよね。どれぐらいかけて歩くんだろう。私も実はお散歩大好きで、歩くこととか走ることとか泳ぐこととか大好きなんですけど、こう終電をね、例えばこう家のちょっと離れたところで終電を危うく逃してしまった時に何回か徒歩で帰ったことがあります。もう3時間とかね、歩いても別に私はね、歩くの好きなんで、3時間こう 歩いて、お家に帰った思い出が何回かありますね。うん。いや、いいですね。私も渋谷から東京までちょっと今度挑戦してみようかな。でも私、方向地だから絶対迷いそうですけどね。たどり着けなそうですけどね。おぜぜさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、じゅんじゅんさん。私のナチュラルリラックスタイムということで、好きなアーティストのライブに参加してるときということで、いやー、いいですね。これはもう同感ですよ。もう自分の好きな歌を聴きにライブハウスに行くっていうのはもう本当にワクワクしますし、なんかそのためにだったらお仕事も頑張れるというか、他のことも頑張れるしっていう気持ちにね、私もなります。いやー、いいですね。じゅんじゅんさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームかっぱちゃん。私のナチュラルリラックスタイムということで、お風呂でまったり本を読んだり、ツイキャス聞いたり、そして牛乳一杯ということで、ここがポイントですよね。お風呂上がりの牛乳とかコーヒー牛乳ってなんであんなに美味しいんでしょうかね。私はちなみにコーヒー牛乳派です。フルーツ牛乳でしたっけ？フルーツ牛乳とかコーヒー牛乳とか牛乳とか、なんかいろいろありますよね、銭湯って。いやー、私はコーヒー牛乳派ですね。カッパちゃんは牛乳派なんですね。いやー、いいですね。お風呂でまったり本を読んだりって書いてますけど、私もお風呂で半身浴をね、するのが大好きで、特に冬とかってあんまり汗かかないじゃないですか。なので、あえて、こう、お風呂で体を熱くして、冬に汗をかいて、こう、デトックスというんですか、今流行り。いや、だいぶ前に流行ったかな。今流行ってるのか分かんないんですけど、こう体の中の毒素を出すみたいなのがすごい好きでね、たまにやります。夏はなかなかね、普通にもう歩いているだけで汗かいてしまうので、なかなかねやらないんですけど、いやー、かっぱちゃんさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム一世くん。私のナチュラルリラックスタイムということで、まゆみちゃんのライブを初めて見た時ということで、ありがとうございます。すごいね、このお便り。めっちゃ嬉しいですね。なんか、嬉しいな、なんか。おー、そうか。ありがとう、一世くん。私のライブを初めて見た時がナチュラルリラックスタイムってすごいな。嬉しい、ありがとう。なんか、この一世くんって方もですね、ラッパーさんなんですけど、なんていうんですかね、私も普段音楽やってて、違うジャンルの方が自分の音楽をこう、好いてくれるっていうのは、なかなかね、すごい嬉しいんですよ。なんでかっていうと、こう、なかなか機会がないじゃないですか。こう、ラッパーさんが私の、こう、なんていうんですか、ポップの音楽を聴くっていうことはなかなかないので、ね、こうやって繋がれて、すごく嬉しいですね。ありがとうございます。たくさんのお便り、皆さん本当にありがとうございます。それではここでね、一曲聴いていただきたいと思うんですがね、こう、なんていうんですか、4月も入って、新しい環境にね、今、せかせかと頑張って慣れるまでね、一生懸命動いている方がたくさんいらっしゃるかと思うんですね。で、時にはこう、へこんだり落ち込んだりすることが慣れるまではね、多々あるかと思います。でも、そんな時にね、なんでそういう風になってるのかなって考えた時に、ちゃんと自分の見たくない弱いところとかをちゃんとまっすぐ見れてるから、そういう風に落ち込んだりしてるんだなって、本当は自分の見たくないところをちゃんと見れてる、本当は強い人なんだという思いを込めて作った曲を聴いてください。私、小屋の真由美の曲で、あなたは強い人。嬉しい。
と巻いてる？うん、ちょっと押してますね。あ、押してる？うん。ちょっと次のコーナー巻き気味でやります。はい、それでは続きましてのコーナー行ってみましょう。海に向かって思いをつぶやく。はい、このコーナーではですね、私が一言つぶやいてからその内容について深く掘り下げて皆さんに伝えていくコーナーでございます。それでは今回のつぶやきです。6月18日クラブチッタ川崎でのライブ、動員目標50人以上ということで、聞きましたでしょうか皆さん。もう一回言いますね。6月18日クラブチッタ川崎でのライブ、動員目標50人以上ということで、なんぞやなんぞやって感じなんですけど、私小屋の真由美ですね、シンガーソングライターとして音楽活動を本格的に始めて2年と4ヶ月目に入りました。そして今年がもうすぐ半年経とうとしておりますが、その6月18日半年経つ頃ですねの、ライブ、6月18日クラブジッタ川崎さんで、ライブがありますが、そこに向けて動員目標50人以上を掲げました。そして、ちょうどね2ヶ月あと2ヶ月で6月18日だよって日にね、この目標を掲げまして、果たして2ヶ月で50人以上集められるかどうかというね挑戦を、開始しました。そしてなんでこのね、目標を立てたかと言いますと、今年のね、初めに目標をいくつか掲げました。毎月新曲発表、そして年末頃にワンマンライブ、そしてですね、半年が終わる頃には成長した姿を見ていただくライブをするっていうね、3つの目標を立てました。それがですね、6月18日のライブとなります。で、平日で25分のステージなんですけど、そしてワンマンライブではないんですけど、このライブに半年のね、集大成を込めて、来てくださる一人一人の気持ちを受け止めて、もっともっと成長していきたいな、今後の活動につなげていきたいなと思って、そのためにはですね、一人でも多くの方と、ご縁して成長した姿を見ていただきたいと思いまして、そしてこの目標を掲げてみようと思って、挑戦をしていこうと決めました。で、このね、挑戦をするにあたって私の何よりの力となる皆さんの応援ですね、この挑戦を共有したいなって思いから毎日ツイキャスを始めることにしました。カウントダウンツイキャスといって、今50分の何人になりましたとか、今週の目標は5分の何人になりましたとかね、挑戦を皆さんに毎日報告をして、それを共有させていただきたいなという思いからね、毎日ツイキャスを配信しております。で、なんと今の、結果がですね、今現在の、目標なんですけど、50分の9まで来ました。そして今週の目標は
5人の方にチケットをお届けするという目標なんですけど、5分の3まで来ました。そして今週の目標ね、今日までなんです、実は。そう。やばいです。あと2名に、なんとかチケットね、お届けしたいなという思いから、今日はラジオの生放送が終わったら路上ライブに出ようかなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。武蔵小杉駅でね、路上ライブをしたいと思ってますので、もしこれを聞いてて、じゃあ行こうかなと思った方、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。ということでね、そんな感じで、その目標に向かって今、黙々と頑張ってます。そして新曲もね、今、制作も頑張っておりますので、ぜひぜひ、また次のね、放送で目標がどれぐらい増えてるか、1ヶ月後ね、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。以上、海に向かって思いをつぶやくのコーナーでした。それではここでね、一曲聴いていただきたいと思いますが、この目標に向けて一番大事にしていこうと思っていること、目の前の一人一人を大切にしていこうという思いを込めた一曲を聴いてください。私、小屋の真弓の曲で、私にできること。めっちゃ嬉しすぎる。むしろこの様子をちょっと写真に撮りたいんですよ。逆に。逆に撮ってみた。ライブ告知を書くと、場所が。ニューストリームをご覧の皆さん、こんばんは。今日はね、私目が腫れてしまってるんですけど、なんと眼鏡を忘れてしまいました。 多分わかんないかな、この動画だと。わかんないですかね。 でもね、ちょっとね、自分的にはめっちゃ腫れてると思ってるんですけど、人が見たらそんなにね、わかんないかなと思いますけど。お願いします。それではここでライブ告知をさせていただきたいと思います。4月の25日、今週ですね、土曜日、川崎セルビアンナイト新番組川崎 FM ドリームキングダムスペシャルライブ、オープン16時、スタート16時半となっております。私の出番が18時10分から18時40分となっております。そしてですね、続きまして、5月の27日水曜日、川崎セルビアンナイトドリームキングダム感謝祭ボリューム4、オープン18時スタート18時半となっております。こちらサポートパーカッションに海原ひろみつさんと一緒にね、2人で久しぶりに
箱で2人でやらせていただくのは久しぶりなんですけど、よかったらいつもと違うステージ見に来てください。そして続きましては、5月の31日ですね、川崎セルビアンナイトドリームキングダムプレゼンツ新京音ボリューム5、オープン17時スタート17時半となっております。私の出番がトップバッターを務めさせていただきます。17時半から17時55分となっております。こちらもサポートパーカッションに海原博光さんに入っていただきます。ぜひ楽しみにしていただければと思います。そして大目玉のライブ、6月18日木曜日、クラブチッタ川崎ドリームキングダム8周年記念ライブ、オープン16時半スタート17時となっております。私の出番がなんと最後から2番目を務めさせていただきます。19時55分から20時20分の出番となっております。平日なんですけどね、この時間だったらお仕事帰りに行けるよっていう方、ぜひともよろしくお願いします。50人の目標に向けて走っていきたいと思います。そして6月20日土曜日、横浜クロスストリートドリームキングダム8周年記念ライブ第2部、オープン18時スタート18時半となっております。私の出番がトップバッターを務めさせていただきます。18時半から19時となっております。ということでね、次回もお便りを募集しております。先ほど6月18日のライブに向けてたくさん思いを語らせていただきましたが、その6月18日ライブへ向けての応援メッセージを皆さんからちょっと募集させていただきたいなと思います。どうか私を励ましてやってください。ラジオネームを添えてまゆっぺ222 @gmail.com にお願いします。ということで、早いものでもうそろそろお別れのお時間となってきました。早いですね。今日もサテライトスタジオにお越しの皆さん、本当にありがとうございました。たくさんありがとうございます。次回の放送は5月の22日金曜日19時からまたお会いしましょう。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。お相手は小屋の真由美でした。引き続き川崎 FM をお楽しみください。バイバーイ。ちょうどだった。時間内でした。最後だから焦って片付けなくていいんですね。そう。なんか言っておく。あ、ユーストリームの皆さん、ユーストリームをご覧の皆さん、ありがとうございます。これから武蔵小杉駅にて路上ライブを観光してまいりますので、よろしければ皆さんお越しください。よろしくお願いします。ここであれなんだ、コメントが見れるんですね。うん、そう。